YouTube、まさがみちゃんでございます。ごきげんちゃんでございますというのは、なんと、ウルトラマンシリーズ、買ってきました。子供か、俺は。今年、還暦でございます。60歳でございます。どうもすみません。ということで、山ネギって買ってきたんですけどもね、まずね、こちらのコンセントの方ね、なぜ買ってきたか、ちょっと後で説明しますね。で、こちらの、こちらとこちらとこちらとこちらを、こちらを買って、今ね、この3つソフビを買うと、このね、ウルトラマンのバッグがついてくるということでございますよ。ほんとね、ありがたいというわけで、マニアはとっても嬉しいので、これ見てください。これを組み立てる、これを組み立てますね。これを組み立ててですね、組み立ててどうなるか、ね。こうやって、こう組み立てるようになってるわけですよ。こう裏面に、こう、組み立て方が書いてますね。こうやってね、はい、書いてますですね。ソフビお出かけボックス組み立て、みたいな感じでね、こんな感じで組み立てていきましょう、みたいな感じです。で、これをこう組み立ててね、こう、パコッと折っていきましてね。そして、こうまたパコッと折っていきましてですね。どうなんだ。あ、これで、こうだ。これで、こうして、あれ、ここでも折れるのか。ここでも折れるのか。ここでこう折って、ここでパカって入れて、ここでこう折って、これを立ち上げる。ね、立ち上げる。すごいな。なんか雑誌の付録みたい。で、こうして、ここに、これを、蓋する系ね。蓋して、これをこうして入れて、こうなりますよ。子供が作るの必死で親父が作ってます。こうして、結構こう、ああ、こんな感じになるんだ。で、こう持ち運びますよって感じね。それだけじゃなくて、ここ見てください。なんか切り取るところありますよね。なんか。あれ？切り取る、これちょっと、切っていきますね。この切っていく。慎重に。よい子は、お父さんお母さんと一緒にね、やってくださいね。ちょっと待って、これ。使っていく上にボロボロになっていくと思うんですけど、やっぱり紙なんでね、プラスチックじゃないんで、まあ、プレゼントなんでね、ちゃんと蓋もついてまして、こう開くことができると。で、ここでね、この後ろにですね、こう、パカッパカってこう、押していける感じですね。これ、こういうことやってて子供の頃よく破いた覚えがあります。ここは慎重に押していこう。で、これを、お辞儀さすことができますよって感じですね。はい。ね。中に折ることができるね。中にこうやって折ることができる。そして、これを、あ、これこうか。わかった。これを、こういう風にできるんだ。ね。だから、遊びに行きました。ボックス変態か、形態からこういう風にします、みたいなね。そして、こう入れて、ウルトラマンが、この世界が、ここでね、ここで、こういう、展開されるって感じなんですね。こんな風に。すごいよね。いや、考えてるわ、すげえ。これはありがて、動画も撮りやすい。うん。うわー、これは嬉しい。おじさん、こうやってね。うわ、これは嬉しいわ。おじさんも嬉しいし、多分、子供たちも喜んでると思うよ、これは。これは、バンダイさんよくやってくれました。これはすごいね。いや。しかも散歩こうだからね。で、ここにソフビで遊べるわけでしょ。で、山田電機さん、普通ね、裸で飾ってるけど、見て。こんなビニールでくくってくれてるんですよ。つまりこのサンクスっていうね、これをよくね、タグですね、防犯タグって言われるもん。これをね、よく貼ってるわけですよ。どこに貼るか、ね、皆さん知ってる通り、いつも。マニアが、いや、もうそこやめてっていうことをよくやります。なぜかというと、まあ、取られちゃうんですけどもね。ただね、
よくね、この防犯タグをね、ここに貼ったりするんですよ。ここに貼ったりよくするんで、これはやめてほしいなと思ってね。ほんなら今はもうこんな風になってるビニールだから、お子ちゃんがどうしても遊ぶじゃないですか。ぐちゃぐちゃになって色が剥げたり。でもね、この状態で届く、素晴らしいね。ありがとうございます。ということで、まず今回買ったのは、ゼットね、キングジョー。キングジョー買いました。ウルトラセブンのね、怪獣でございますね。ウルトラセブンの怪獣を買いましたね。はい。そしてですね、次はですね、こちらですよ。こちら。バルタン星人。ほう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 。ほう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 。子供もか。バルタン星人。ね、宇宙忍者、バルタン星人だ。あ、落ちた。見てください。このポーズ。ほう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 。ね。本当に、童心に帰ったような感じですけど。まあね。はい。こんな感じで、バルタン星人。いいねー。そしてですね、こちらゼットンですね。あの宇宙恐竜ゼットン。このゼットンというのは何がすごいかというと、やはりですね、あのウルトラマンを倒した怪獣ですね。やっちゃったよウルトラマン。あららら、我らの来たぞ、我らのウルトラマンをやっつけたというね、なんかすごい張り方されてます。この二つを梱包した人と、この一つを梱包した人は明らかに違う人です。がっつりやってます。これを作った人の方が豆なのかもしれない。もう出しにくいので、こっち側の梱包みたいにしてほしい。やだ、ゼットン。ゼットン。宇宙恐竜ゼットンだ!これね、私が一番最初に息子に、買ってあげたのは、ゼットンでした。ね、こうやってね、すごいね、ゼットン、かかってきなさい、ウルトラマン。こんな感じで、使いましたね。いやー、で、それだけではございません。本日のメインはこちらでございます。ね。ウルトラマン、これもべったり貼る。これが辛いのね。こうやって貼られるのが辛いの、我々は。だから、ビニールで梱包してほしい。もう出すときね、胸が痛い。俺だけなんでしょうか。いや、多分マニアは全員そう思ってると思うよ。マニアの人はね、綺麗な状態で買いたいのよ。なるべくね。もうシールとかもやめてほしいのよ。だから、売り上げを上げようと思ったら、山田電機の皆さん、きっちりビニールで、めんどくさいかもしれないけど、ビニールで梱包していただきたいなと思います。はい。これほんとね、取れないでしょ、これ。ほんとに。ガチガチされると。まあ、ね、万引きされるからこういう風にやってるんですけども、中抜きって言ってね、ケースから物だけ抜いてね、逃げる泥棒がいるんですよ、万引き犯が。だからこういう風にされるんですけど、大変なのね、これされると。わかるでしょ?こうやって一生懸命出すのが大変。しかも動画を撮る時間も大変長くなってしまいます。まあいいんですけど、私はこういうタイプなんで。でも本当これできたらね、ちょっと考えてほしいなと思います。からの、ガッチガチだね。本当に。ガッチガチだわ。このパッケージもね、あのね、コレクターを残すんでね。コレクターは残すので、本当に、なんか考えてほしいな、パッケージ。山田電機の皆さん。ね。ね、本当、そしたら私はもうね、ずっと山田電機で買い続けます。そんな感じです。で、これ見てください。これね、パッと、あ、もう、結局出ない。ここが取れないんですよね、これで。で、ここの絵が見えないんですよね。で、ここパカって開けられないし。見てください。そしてね、何よりもですよ。見てください。ウルトラマンのマントがついてる。これがかっこいいんですよ。このマントが。マントプレゼントとかもね、なんかしてる、そのね、ところもありますけどもね。キャンペーンとかしてる時もありますけども。このウルトラマンがね、ね、普通の直立浮上じゃなくて、浮動じゃなくて、動くんですよ。こうやって。ジャッチって。ジャッチって。ね。パーが欲しい。スペシブ光線ができない。
パーが欲しい。そういう感じでね。そしてですね、このマントでですね、こういう風になってですね、ジャーッチみたいなね。ジャーッチみたいな。なんかのあれなんですよね、なんか、表彰式かなんかあるのにこうやって登場するんですかね。ということで、ここでですね、普通に、バルタン星人と、ね、ここでウルトラマンがね、戦うわけですよ、勝って。いや、この、なかなかアクションヒゲはなかなかかっこいいんでね、いいと思いますね。こういう風にして子供たちはね、この中でウルトラマンの世界を倒れてる、ウルトラマンの世界を再現してですね、ちっちゃいの子は遊べると思うんで、今ならソフビを3つ買うとですね、漏れなくこれが先着順なんでね、これがいただけるということで、ぜひとも欲しい人はおもちゃ屋さんに急いでくださいということでございます。そしてこれ山田駅で買ったんですけど、これも頑丈にやっちゃってくれてるね。もう時間内に取れませんけど、これも買いましたということで、いかがだったでしょうか。もうぐっちゃぐちゃぐだぐだになりましたけど、ウルトラマンね、本当にありがとうございますということで、まあこう山田電機さんオリジナルなんやな、これね、山田電機さん限定ですよね、限定の、ウルトラマンマントがついてるシリーズ、マントがついてないシリーズとマントがついてるシリーズがありますけど、マントがついてるとこうやって生きれるウルトラマンがね、強そうな、そして、バルタン星人、そしてですね、ゼットン、そしてこれですね、はい、っていう感じで、そして先日買った、見て、覚えてるかな、ゼットンキングジョーゼットン、つまりこの金色とこの黒いとこ合併させたのがキングジョーゼットンでございます。これすごい強いです、はい、と思われます。はい、フュージョンしましたけどね、こんな感じでございます。そしてこのね、チラシ置いてあるんですけど、ソフビシリーズね、どれだけ持ってるかチェックしていけますし、怪獣の方もチェックしていって、これでコンプリートできるかどうかあなた次第ということでございます。それでは皆さん、ごきげんよう、ありがとうございました。グダグダになりましたけども、本当ね、ウルトラマンいくつになっても嬉しいですよね。はい、このシリーズ、またウルトラマンシリーズ続きますんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。またです。